はい、ということで、パンダの説明をね、しながら、ちょっと説明をしていこうかと思いますが、今何をしてるんでしょうか。今は、ヒューズに、なんか謎にパンダを。そうね。まあ、今回、あのアクセラさんの症状としては何だったでしょうか。保温が、エンジンオフでも、なると。そうね。まあ、あの保温がなる理由はわかるよ。なんでホーンが鳴るようになっとるかは仕組みは分かる、仕組みというかその目的は分かってるよ、まあ、ホーンが鳴るのは分かります、セキュリティアラームでな、はい、もう最近の車はこう絶対ついとるわけよ。ほんで、まあ、そのセキュリティアラームを、まあ、司っとる部分っていうのが基本的にその、なんて言ったらいいかな、あのボディーコンピューターって言って、ボディーコンピューター、BCM っていう言い方をする、まあ、メーカーによってちょっといろんな言い方があるんやけどな、でそのボディーコンピューターっていうのが、はい、まあ、要は内部でちょっとショートしとったりが誤作動したりすることによって、はいはい、まあ、キーオフで、まあ、別にその例えばドアを開けたわけでもなし、はい、あのドアセンサーだったら他の振動センサーが感知したわけでもなし、ほう、まれにこうやって動くっていう、なるほど、症状が出るわけよ、コンピューターさんの、コンピューターさんの。ただでも BCM だったりコンピューターだったり、まあコンピューター以外にもそのまあハーネスがあの NG の場合もあるけん、まあその限りではないんやけど、どっかから電気が来てますと。そうそうそう。でそれを変えよったら、まあマネーがえらいかかるっていうのはなんとなく、そうですね、想像ができる、はい、ということで、たっぷり多分にそうかかるので、基本的に今やるのが、ホーンの電源っていうのは今現状基本的には常時電源できた、ね、常時電源だけプラスのバッテリーから直接できとるやつ、はいはい、まあ、もちろんこの回路的にはいろんなとこ通っとるんやけど、だけそのキーオフにした時でも要はその鳴らせるようなそのことをすれば鳴ると、はい、でそれがアナログにもう常時電源ではなくてアクセサリー電源に変えてやると、はい、そうすることによってそのセキュリティアラームはもちろんやけどならなくなる。ただし、逆に言うと、キーオフの時はならなくなるので。うん、そうですね。ってことは、はい、じゃあ、何？もしかしたら、わからんけど、もう、閉じ込められたりとか。ああ、何かがあった時には、もう、ちょっと周りに知らせる術がなくなると。なるけど、まあ、そういうちょっとリスクは織り込み済みで、とりあえずまあ、なるほど、まず実験でね、施工をしてみましょうということです。で、はい、まあ、鼻付けするときに、まあ、いろんなやり方があるけど、基本的に、まず、俺はこうやって、はい、あの配線側の方にもちゃんと乗せると、一回ハンダを。なるほど。で、その上で、その母材の方にも乗せておくと。あ、最初に、もう両方ともやっておくと。乗せておく。ね。まあ、これはもうケースバイケースだけどな。で、その上で、もう、このハンダとハンダをくっつけてやるイメージ。あー、なるほど。ハンダを、ああ、ハンダをあてがうんじゃなくて、もう先ついとるやつを。そう、先ついとるやつを溶かしながら、チュンと。チュンとこうあてがっていくイメージ。そうすると、まあ、要は、特に今これヒューズに溶接していけるやんか、加工で。ああ、そうですね。溶接じゃない。まあ、ハンダ付けしていけるやんか。だからハンダ付け、ヒューズ、プラスチックやんか。プラスチックです。そうしたら、どうなるって言ったら、まあ、熱で。溶けるよね。はい。あんまり熱を加えることもできないので、まあ、今、こういう加工をしておりますと。で、まあ、運よく切れてるヒューズがあればいいんやけど、まあ、そんなヒューズはそんなに不足はしてない。ない。もう伏せとるけん。最近今、ここも、ヒューズの方は、もう、バッテリーとバッテリーにパチッと当てて、もうパスって先飛ばしとって。あ、飛ばしましたね。で、飛ばして、ちゃんと片側だけの電源にして。片側だけ。キーオンにしたとき、片側だけビューって電気行くけど、もう片方はいかないと。例えば、通常やったらこっちから常時電源が入って、はい、あ常時電源が入ってるやろ、はい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 、そうですね。で、それをもうまず、もうあえてヒューズを飛ばすことによって、ここで止めると。はいはい。で、こっち側にバイパスしたアクセサリー電源を入れてると。終わった。そういうこと。なるほど。ものすごく納得いきました。そうすれば、
要はアクセサリー的にすることができると。まあもちろんこのヒューズを外して、こっち側だけ、まあ端子作って入れるっていうのもありないけど、はい、ヒューズがある方が、もうあの、なんていう、まあわかりやすく、あのスピッティングがいいのと、あともう一つが、明らかに加工しとるのがわかる方が、はい、もし俺以外の人が作業するってなった時も、なるほど。おやおやってなるやん。今日のドラレコのやつと同じやつですね。そうそうそう、そう。配線とか、なんやかんやもそうやし、他の修理とかするも全部そうなんやけど、もう、自分が分かればいいだけで、あんまり綺麗にきっちりやりすぎると、はいはい。あの、他の人がもし、例えばその車が別の理由でなんかどこかに見落とした時とか、自分の仕事が他の人に。そう、行った時に、良くも悪くも分からん場合があるよな。あ、だから、あえて俺はもうこういう加工系のやつをした時っていうのは、はい、あの、ある程度、他の人が見た時も、分かるように。あ、ここを加工しとるな。っていうのが分かるようにあえてする。その方があの自分がやっぱり、ね、あのバラしてその誰かの後しまいとかする機会も多いんやけど、まあそうするとめんどくさいわけよ非常に。ああなるほど。あ、何をやっとんやこいつはって何やって。なんでやねんと。なんでやねんと。お前なんでどうしたってなってそれを探っていくに例えば。あの今回つけたドラレコとかも、はい、まあ、仮にやけどテープを全部ぐるぐる巻きにしとったとしようやと。もう外しにくいですね。やろ、しんどいやろ、うん、だから あの、ある程度でやるだけ、まあ、賛否両論というかそのそれぞれの良し悪しっていうのはあるよ、はい、良し悪し理由はいろいろあるよ、あるけど、まあ、それをそのなんていうの、うん、個人的にはあのどっちかって自分がやっぱやられて嫌なことは人にしてはしない、そういけないと。なるほど。だから人にしないということは、まあ、やっぱ自分でもなそういうのをこうちゃんとできるようにっていうのが、まあ、今回のこの伝送仕事や。なるほど。特に伝送系はな、その機械系のやつと違って伝送系ってある意味では正解いっぱいあるけん。なるほど。この人によって。そうそうそう、このやり方が正解っていうのなかったりとか、伝送系の特にこういうバイパス仕事とかそんなんて、はい、もう余計にそのなんでってなるやん。なります。だって本を知らない状態でこんなんだったら、なぜってなるやん。だからやっぱそれを、こう、なんていうの、こう、わかりやすく。わかりやすくしてやるっていう作業は、俺はやっぱり大事やと思うのな、やっぱ。そう。だから、確かに確かに。施工系の仕事とかそんなんっていうのは、まあやっぱりあの、ある程度、その、誰かが見てもわかりやすくんで、あともう一個言うと、誰かが見たときに文句も言われへんように、誰やこれしたんってなったら嫌やん。確かに嫌やんか。嫌です。嫌やんか。でもなんじゃこりゃと、なんじゃこりゃってなるやんか。誰やこれしたんってなるやんか、ね、それがまあならんようにはなやっぱりしてあげた方がいいかなとは思うけ。例えばほらあの使うテープとかもさ種類が実はこう見えていっぱい持っとるわけよ。お、本当ですか。今これ使うよりやつは、あの、何時テープじゃなくて、ビニールテープとかじゃなくて、あの、配線結線用これテープだね。内装用みたいな感じですか。そう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 。だけど、あの、なんて、ビニールじゃなくて布なんやって。これ。全然切れないですね。切れんねん、これ。で、もう、なんでこれを使うと思う？なんで、おなんでもなんでや。なんで、湿気。湿気。まあ、そうだ。湿気、熱？熱。伸びない、伸びにくいとか。伸びにくいとか。まあ、いろいろ理由があります。まあ、全部言ったら今の正解やけど、俺は使う理由。はい。まず、ビニールテープよりも圧倒的に、かっこがいい。確かに。めちゃくちゃかっこいいっす。めちゃくちゃかっこいいやろ。確かに。それっぽいやろ。それっぽいっす。それっぽいやろ。今日も使いましたけど、それっぽかったです。それっぽくなるやろ、これ。はい。だけどな、やっぱな、それっぽいって大事だよって。ほんまに。まあこんなこと言うのないけど、それっぽいって大事だよな。結局その、例えば、その別にビニールテープってやったらええねん。性能的に。まあ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 。なんならコスト的に言ったらビニールテープの方が安いって。あれ、あれ1個いくらぐらいするんですか？あれ1個？はい。一巻きでな、1000。高っ。いるって話やん。普通に考えたら、ね。確かに。もうそこを、あえて、それを使うんでございますよ。そうすることによって、かっ
こいい。かっこいいっていう価値が出るな。なるほど。他の人が見てもかっこいいと。そうそうそう。まあそんな感じで、まあじゃあ今日のお題はね、そんなお話でございましたので、まあまたこういうネタがあったらちょこちょこ教育ビデオとして残しておこうかなとは思いますので、またその時はしっかりとキャメラもよろしくお願いいたします。あ、はい、わかりました。教育される係ということで。そうだな。はい。はい、まあ、ということで、またどこかでお会いしましょう。ではでは。はい。ドイツからやってきたワグナー MC オイル。ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。